おはようございます。今日は、他人の道に入ると、他人のマイナス面を捉えるっていう話をします。この間ちょっとこれ体験したので語ってみようかなと思いました。見るもの自分、見えるもの自分っていう話をよくするんですが、見えるものが自分だというもので納得できないことってありませんか？え、私ってこんな人なのって思うことありません？例えばコンビニで怒鳴ってる人がいたとするならば、自分は人前で大きな声で怒鳴る人なんだろうかっていうことですよね。でも、いや自分は人前で怒鳴る人じゃないよね、なんでこんなことが来たんだろうって逆に疑問に思ってしまったりしませんか？ありますよね、これね。今ちょっと本を書いていた時に、面白い部分があったから動画であげようかなと思いました。ちょっと読みますね。天井門理論の中で、ところがこれからの王の時代はそうはいかない、許されない。なぜなら王の時代は自動的自立自己責任の時代だからである。つまり環境の良し悪しは自己責任ということになる。この理屈が分かると初めて自分が変わると全てが変わるという意味が分かると思う。人間は誰でもプラス面とマイナス面の両方を持ち合わせている。自分がプラスだと他人のプラスを捉え、自分がマイナスだと他人のマイナス面を捉える。自分の前にいる相手はいつも自分とイコール、すなわち自分の鏡だということを忘れないでほしい、という文章があったんですね。ここで重要なのは、自分がプラスだと相手のプラス面を捉え、自分がマイナスだと他人のマイナス面を捉えるという、このここの部分なんですよ。これ解釈し間違えると自分がすごい変な人になっていきます。はい。でここを展開します。自分のマイナス面があると相手のマイナス面を捉えるということは、例えば自分が自虐的であった時、自分のプライドを傷つけられたと言って怒り狂った人を見る、これはあることなんですよね。だから現象が一緒なのではなく、自分の内にある状況が一緒であるということを勘違いしていました。皆さんもそういう傾向にあったんじゃないかと思います。なぜなら私も勘違いしていたから。だから相手がすごく卑屈で嫌なやつだった場合、自分も卑屈で嫌なやつなわけじゃないんですよ。相手の中のその卑屈さというか、否定的、自己否定的な部分が自分と一緒であるということで、自分は違う部分で自己否定なわけですよね。例えばちょっと軽く落ち込んでいて、レストランに行った時に食べたものが美味しくなかった、まずいものだった、高くてまずいって思った時に、あ、自分でこんなもん掴んじゃうんだなって思ったとしますよね。とするならば、ちょっと軽く落ち込んで自己否定入ってる人は全部自分の目の前に現れてきますよね。店員さんが態度が悪かったりとか、コンビニ行ってお客さんが怒鳴ってたりとか、あと駅でその大声を出してる人がいたりとか、自分を否定してる人とか、ちょっと自虐になってる人とか、ああマイナス掴んじゃったなって思うような出来事が次々起こるわけですよ。でこれ問題なのは、自分がマイナス掴んでるなって気づくまで延々と続くんですよ、これ。ここが問題なんですよね。一番怖いのは。だから、どこかの段階で気がついて修正をしないと、延々と繰り返されて、その繰り返された記憶がまた繰り返されて、繰り返されて、繰り返されて終わりなき、例のアカシックレコードに入り込むわけですよね。だから、嫌だなって思ったら、急いで自分の中で、なんか自分は間違ってるなって、なんか解釈が違うから今きっとこういうことが起きてんだなっていうところに至らないといけないわけですよね。で自分がマイナス掴んでるなって思った時、そのマイナスを
正しいマイナスとして感じてしまってるわけですよ。もしかしたらそのマイナスはプラスかもしれないんですよね。マイナス面だと思っていることが将来に行ってみたら、あ、なんだこれがあったから今のここがあるんじゃないっていうプラス要素かもしれないんですよ。このプラス要素かもしれないところが今現在マイナスに感じてるだけで、ってこの間ちょっと何回か前に同じような動画上げましたね。ひたすら私今これですね、っていう部分に問題があります。で、自然環境の中には全て全部揃っている、全て全部揃っているって表現が笑いますけどね。私たちの目、耳、鼻には各々見えない手が2本ずつ、口には数本、全身には大量の手を持ち、その手で自然環境からその時々に自分の必要なものをつかみ取ってくる。自分が正常の時、すなわち自然の今と自分の今がぴったり合った時はプラス、すなわち幸せをつかみ、自分が異常になる、すなわち自然とずれるとマイナス、不幸を自分が引き寄せる。そして自分の環境を作っている。これが答えです。自分の体に見えない手があって掴むっていう表現は確かに気持ち悪いです。正直言って気持ち悪いです。こんなね、自分の周りに手が大量にあったら怖いじゃないですか。まあこれもただの表現なんで怖いわけじゃないんですが、掴んでるんだってことは理解してほしいと思います。で、私たちはマイナスを掴むっていう感覚ってないんですよ。嫌なことっていうのは切り離して考えるっていう思考なので、でも実際は嫌なこともいいことも自分が体験してる全ては自分が掴み取ってるんですね。掴むその見えない手でえいって掴んで離さない、離さないからいつまで経っても何度も何度もやってくる。これがマイナス面が次々来る原因なんですよ。口ではやだやだ言いながら、やだやだ言っている自分を周りの人が大変ねって言ってくれるから嬉しい。自分がプラスだと誰も関わってくれないっていう要素が前はありましたね。ちょっと勘違いしてる人にはよくあります。でも他人がね、褒めてくれるから、自分を構ってくれるからマイナス面を掴んで離さないっていうのはその考え方ですよね。で、これに陥ってる人ってなかなか自分がそのマイナス面を掴み取ってるっていうことを理解できないんですよね。掴んで離せてないから理解できないんですが、こうなるとね、来るんですよ。次々来るんですよ。自然は不幸にならないようにいろんな努力をしてくれてます。で、どんなことが来るかっていうと、まずやっぱり事故ですよね。軽くその車が傷ついたりとか、ちょっとぶつけたり、誰かがコテンとぶつけたり。で、それでもわからないと自分がぶつけたり、ちょっと事故でね、怪我をしたり、それでも分かんないと交通事故という形になっていきます。だから事故を起こした時、またはね、車が傷ついた時、自分が何かで転んだり何かにつまずいた時、自分が怪我をした時、間違ってるよっていうお知らせだから、だからこそ気づいてほしいんですよね。この段階で気づけば自分は幸せに戻ることができる。幸せにその元のレールに戻って幸せの道を歩くことができる。でも今のままではダメだよ、今のままでは落ちていくよ、今のままではあなたの考え方は今とずれてね、この自然界の今とあなたの今はずれてるよ、だから幸せにならないよ、不幸になっていくよ、というお知らせなわけですよね。今2つのことを言いました。自然界の今と自分の今をずらすと不幸になる、マイナスになるよというのと、マイナスをあなたが掴んでいるよということの2つのことを併記しました。で、この、自然界の今とずれる一つの方法として、他人の道に入る、他人の考えに入る、他人の意見を取り入れる、自分
まあ、他人のことを真似しても意見を取り入れてもいいんですが、これ自身を自分がどうね加工していくのかっていうのを、自分の中でどう具現化していくのかっていうのをきちんと考えないと、他人の意見他人のまんま取り入れることは王の時代は罰なので、当然自分ではない道に入り込んで不幸になります。だからですね、他人の意見を取り入れたから私も大変辛かったんですね。自分が信じている道を信じきらないといけないんですね。でも確かに自分の今信じるって難しいですよね、正直言って。自分の心が揺れてるのに、こうだからって言われて、ああ、そうですねって信じきることができるのかって難しいな。でも、幸せになりたいと思うのであれば、やっぱり自分の道を淡々と行くしかないので、嫌なことが来た時はやっぱり自分が、まとめに入ってますよ、私。嫌なことが来た時は自分が他人の道に入っている。マイナスを掴んでいる。自然の今と自分の今、自然軸ね、の今とがずれている。三つ。ここを修正してください。今日はここまで。またねー。